はい、皆さんこんにちは。京都丹波ランチ園です。運転しながら失礼します。今日はですね、どこに行きますとかと言いますと、愛知県一宮市に、行きます。今口山インター入ってきました。今日はですね、素晴らしい良魚、いろんなお話を聞きちょっと行っていきたいと思います。楽しみで、ちょっと寝れませんでした。はい、気をつけていきます。さあ、舞鶴若狭と行きますよ。福井県、こちら三笠五湖パーキングエリアになっております。そして私はいきなり、ソフトクリーム片手に、なんとこちら、よいしょ、若狭牛串をいただきます。いただきます。ぐしゃーん、うーわー、あ、おいしいです。はい、最高です。はい、まあ、楽しみもちもちに気をつけていきます。お作りもビデオ、はい、こちら、福井の宝、じゃじゃん、三笠五湖の一つ、水月湖猫に来ております。すごい、福井の宝を全身に浴びております。なんのこっちゃ。はい、こうやってね、看板に詳しく書いてあります。5つあるんですね。1、2、3、4、5、はい、こんな感じでね、湖が連なってあるんですね。はい、これは、ここは1つの、水月湖でした。はい、それでね、まだドライバー続くんですけど、店長ついに福井に上陸したんですよ。また気をつけていきます。次は北陸自動車
乗車道に入ってきました、会長に走っております。はい、そこをトンネルを抜けときました。滋賀県県庁、滋賀県上陸。24度という最高な気温で天気もよく滋賀県に上陸しました。店長、いよいよ滋賀県に上陸。そしてこちらに来ました、静ヶ岳サービスエリアにやってきました。はい、ここでね、ちょっと、お腹も空いて、中ちょっと食べようかな、いろいろ見て回りたいと思います。はい、中に入ってきました。やりました、こちらサバ街道、サバ寿司、サバ寿司有名ですね。美味しそうです。下もいろいろあります。あ、コッペパン、話題のコッペパン。では行きます。おお、かわいい。めちゃめちゃ滋賀感が溢れております、この提灯。わあ、すごい。こういうとこ来たらやっぱ滋賀って感じがしますね。お土産がいっぱいです。あ、ハブタイや、ハブタイ、私の大好きなハブタイ餅。サバ寿司もありました、サバ缶もあります。はい、ちょっとブラッと見ていきます。はい、こちらにエビのおせんべいですかね、なんか書いてあります。白エビですかね。はい、とっても美味しそうです。似てるだけでね、香ばしさが伝わってきます。いいですね。あ、これはライチョウ出ました。私何気にちょっとライチョウがちょっと気に入っとるんですけども、はい、じゃかりこ、カニだし、こんなんも中が売ってませんね、普通ね。はい、豆腐こんにゃく。おお、ほぼお値段もリーズナブルで、なんかね、たくさん買っちゃいそうですね。はい、サバ寿司もあります。おお、おいしそう。はい、ついに来ました、キウキ石が。びっくりしたのがこちら、じゃじゃん、水飴みたらし団子、滋賀御殿本舗さんのやつですけど、見てください、めっちゃでかい。こんなんね、京都で見たことないですよ。これな、ゆで卵かな。はい、こういう感じでね、中にきなこちゃんが入っておりますね。こうして、はい、ちょっとよいしょ、あ、破けた。よいしょ、ちょっといただきましょうか。
見てください、この美味しそうな、このテリテリツヤツヤの、いやー、抗菌シートをちゃんと味ってます。はい、こちら見てください。うわ、美味しそうなみたらし感が、おお、この私の顔と見てください、巨大すぎません？食べ応え十分。はい、ではね、ちょっときなこちゃんをつけていただきます。ここたっぷりつけよう、この際だから肉の隣の分も置いときます。はい、ではいただきます。うん、結構しっかりしていますね、弾力がすごいです。うん、多めが 100% 甘さ控えめ、これぐらいでペロッと私食べれちゃいます。美味しいです。皆さんもどうですか？はい、岐阜県大垣市を通過中です。はい、今長良川ね、見えているのは長良川、あ、なんか船がシュワーッと来ておりますね。おー、でっかい川ですね。